めちゃくちゃ軽いのこれ。サトテルはねバットの握りを変えた方がいい。あ、やっぱり村上のバットの方がいいよ。俺が元気でもこのバット使うわ。もう1ミリ2ミリ分かるからさ、ポッと持っただけでこの握りが違うみたい。そのぐらい敏感な人はいるよ。でも値段が高いわ、安くならんの。はい、それではバットいきます。売れ筋はどこですか？売れ筋は豊さんの背中の方になります。おそうなの。あ、なんかビニール貼ってんじゃん。これすごいですよ、めちゃくちゃ人気ですよ。何が？このバット、このマルッチというバットとビクタスっていうバット、同じ会社のバットなんですけども、うん、今おそらくメジャーの選手の6割7割はこの、うん、マルッチマルッチかビクタスを使ってますね。アメリカから来るスケットのバッターみたいなやつ、ほとんどはどっちかです。え、なんで？目が細かくて折れづらいっていうところで、弾きが当然そうなるといいっていうことで、圧倒的にこの2本です。最初これ見た時水野かなと思って。僕も違うそうでしょ。これ岡本選手が使ってるんですよ。あ、そう。あの不調になった時に、はいはい。これ何1本いくらなの？2万5000円あれ安いね。それはあの僕たちの感覚で通常だと水野さんの水野プロと言われているいいバットでも2万円なんです。ああそう、はい、これ公式？公式です。何グラムこれ？890、ごめんなさい。めちゃくちゃ軽いね。あの高校生大学生がメインで使うバットになるんですよ、木のバット。いやでもプロでも800台でしょ。あ、そうなんですね。僕のイメージは900のイメージです。そうでしょう、はい、いやもう今ほとんど800台だって。そうなんですね。そうそう、めちゃくちゃ軽いのこれ。富坂さんと何グラムぐらい使ってます？これ920から30。僕らの時代ってそうですよね。いやそう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 。あ、これは何なの？あ、これはビクタスと同じ会社のバットで、はい、これも軽いね。いや、めちゃくちゃいいね。当ててみましょうか。あ、マルチきた。これで縦振りだと軽い。今そっちのバットがこの間までいたマーティンいるじゃないですか、ね、はい、が使うはずだったバットです。マーティン、ロッテの。あの方に渡すバットを渡さなかったのでって言って こちらの方で提供してもらった。じゃあいらないですよ。いるの？もううちのあの見本みたいな感じになってます。見本です、はい。どの形が売れるの今？名指しというか、これが欲しいってくるのはこっちのタチスモデル、タチスジュニアっているじゃないですか、メジャーの。パドレスの。パドレスの。あれのモデルが欲しいって来ますね、学生さんが。生意気だなおい。そんなの本当にどれ？じゃあ申し訳ないんですけど完売しちゃってるんです。あ、完売してんだ。え、学生って大学生？大学生。あ、だからやっぱバットの特徴ってどんなの？やっぱり折れない方がいいっていうのと、はい、まあそれは一発で折れたら悲しいよね。泣きますもんね。で、本当にこれってこの2メーカーって他のメーカーより折れづらいって学生さん言うんですよ。なのでちょっと高くてもこっちをっていう方が多いですね。今年はそうでもないんですけど、村上選手とか佐藤選手が打ってる時は水野さん。確かに。あ、やっぱり選手によるんだね。モデルってあんの？一応さっき持ってもらった誰がモデルみたいな感じありますね。これ長野選手の形です。そうなの、はい。軽いなぁ。長野もこの重さ使ってんのかな。でこれが上林選手。これが佐藤ですね。佐藤テル。あ、これね、佐藤テルはね、バットの握りを変えた方がいい。いや、絶対に、はい。やっぱね、これだとね、いや、
あいつね人よりね握力強いと思うんだよ、ね、あそうですよね多分ね、はい、でね余計にね握力をね保護するようなグリップよりは、はい、ここ細くした方が多分ねもっと飛ぶと思うわ、はい、多分ミート率も上がってくるかなっていうふうに思うけどね必要以上に力入れて打ってますもんね、はい、あのもうちょっと軽く打っても飛ぶっていうのを理解できればそうそうそう860、ね、ビニールのバット振ってる感覚多分それはでも今の主流ってだいたい軽いでしょでも軽いですね900っていう文字がついているバット木のバット少ないですねだって俺らの時に軽くしてくれって言ったら何て言われたと思う正方で弱くなるって、はい、持たないって乾燥させるからああそういうことですね、うん、そうなんですねいやでもあれだけ速いと軽くないと対処できないんだろう ね僕らの頃よりガンだけ見ると10キロぐらい速いですね速いよねだって福本さんなんか1キロ200だよそうですよねあのすりこぎみたいなのってバーンとぶつけていくだけで、はい、そんな1キロ200って相当重いよだら僕らの頃多分一番重いの使ってたのが大石大二郎さんだそうだから一緒みたいな感じ ですよね餅つきかお前っていうようなバット使ってたもん当時藤田球場だったんで売らないけどライナーでいやそうコート当てるだけでねこれ誰村上です重さはちょっと分かんないですけどあやっぱり村上のバットの方がいいよ長距離法としてはやっぱこれはストンと落ちてるもん、はいはい、だから握りがしっかりしてるというか多分ねサトテルはねやっぱこうちょっと少しタイガップ気味にしてるけど、はいはい、楽してるねああやっぱ村上はさすがによくできてるわこれ長さ短くないでも84センチありますね84センチっていうのは何インチなの俺らインチで言わないとわからないんだよ33だと思いますねこれ33でしょ、はい、ああやっぱそうだよなえ豊さんどれぐらいの長さ使ってました33.5じゃあ85センチ34も使ってたけどちょっと短く持って、はい、33.5 の時は少し長く持って近藤さん近藤のありましたすいませんはいああやっぱこんちゃんのいいねいやなぜいいかってやっぱグリップで決まるんだよね楽してるやつってやっぱねちょっとタイカップ気味になるんだよ、はい、握力とか弱い人はでもねしっかりねグリップをしようとしてる人はやっぱこういう風なストンと落ちてるよね、はい、いやさすがだねコンちゃん俺が元気でもこのバット使うわ見る人が見るとすぐ分かっちゃいますねすぐ分かっちゃうんですねでも結構タイカップ多いんですよねこれ多いよね多い多いタイカップはねやっぱ握りやすいんだよね、はい、握りやすいのと安心感がある、うん、これだとやっぱストンと落ちてる村上さん型とかは、はい、やっぱしっかりここが大事なんだよね、はいはい、握りがでも握りっていうのはやっぱスタートの地点だからだからすごく握りって大切なんだよ、うん、だからコンちゃんなんかやっぱさすがだと思うこのバットはこれ中田翔ですね中田翔あやっぱ長いねやっぱタイカップにはなってないよねやっぱしっかりこうこっちへ下の手をしっかり握ろうという山川選手のバットがえぐいヘッドガンですね山川これ山川このグリップ特徴なんでしょう、うん、お尻が、うん、ちっちゃいタイカップまあそうだねまあヘッドを利かしてるっていうような感じだけどね使えないことはないけどね俺だったら短く持つかな意味ないっていやいやこれが嫌いなんで違和感があってここを握ることによってこっちが握れなくなるはいはいそうです、ね、だからその狙いもあるのかも分かんないけどでもこれはやっぱもう独特な山川のこうやってこう外してそうです、ねうん、持ってそれでヘッドを抜いてるんですよ不思議やねそれが不思議ですよねまあだから何でもあたいら飛んでいくっていうことだよ山川はいらっしゃいませ佐藤バターああサトテルはやっぱこのグリップ直した方がいいかなやっぱホームランバッターになりたいんだったら
山本浩二さんもこういうタイカップだったけどね。でホームランを取ったりとかしてたけど、はい、サトテルはやっぱりこう村上型とか近藤型にした方がいいと思う。いや神宮で本人に出たってことですね。いや本当だな。いやでも最近当たってきてるからな。そうそうそう。坂本モデルのバットが。坂本モデル。このタイカップのバットって、うん、あの高橋由伸さんが使い始めて、ね、で SSK だったじゃないですか。うん、それでみんな多分 SSK のバットタイカップになった、ね、が多いんじゃないかなと思うんですよね。でもどっちが多いのかな、タイカップで。こういいバッターになったのと、ストンと落ちてるバットでいいバットになったのとは、率を稼いでいくんだったらタイカップでもいいと思うんですけど、絶対そうだね。ホームランっていうことを考えると、うん、どうなんですかね、今のね。いらっしゃいませ。いい音するな。でもさっきはバットの芯を叩いてるじゃないですか。はいはい、音ね、高い音、高い方がいいですか。それ高い方がこうキーンって弾くから、もうジュアの鐘みたいなドーンみたいな。ダメだけど感想もあるんだよね。昔なんか伝説だったじゃないですか、持った瞬間にこれはダメやみたいな感じでメーカーに返す人がいるみたいな。あ、あるよ。本当なんですか。いや、こうやってポッと持っただけでこの握りが違うみたい。もう1ミリ2ミリ分かるからさ、お前むくんでんやろとか思って酒飲みすぎてって思うけど、でもそのぐらい敏感な人はいるよね。握って、ね、はい、1ミリ太いから測ってみって持って帰らせて、すいません太かったですっていうの結構あるみたいですよ。いや、あるある。でバランスとか、これヘッドがちょっと重すぎるとかね、はい、ちょっと軽すぎるとか、そういうのはある。で木目でも綺麗なのもいいけど、まあこうやって本当綺麗なのもいいけど、こうちょっとうねってる方が硬いんだよね。で芯がここにここら辺にあったら最高だよね、弾きがね。そんなのさ、芯なめがけて作れないじゃない。でそれを要求するアホがおったからね。でもみんなバットには神経質だったな。あ、うん、やっぱ重さがこう湿気で変わったりとかするのも嫌がったし、だからそういう意味ではすごく神経質だし、ああって今ビニールにこう入ってるけど、まあああいうのも分かるような気がするよね。昔は乾燥剤入れてたもんね。お前バットよおるなと思ったら乾燥剤ばっかり入れてさ、もうすっかすかになってるって逆に。いや、ただ単純にお前打つのが下手だなだけやろってそういうのもあったけど、僕らの時代はイチロー選手とかが天日干ししてました、試合前とか。そうそうそう、それとかジュラルミンに入れてね、それはやってた、うん、ピッチャーの感覚だとそんな天日干ししても変わるのっていう感覚なんで、やっぱバッター 1g、2g、3g の感覚で変わるんでしょうね。でもさ、最近ボールが飛ばない飛ばないって言って言ってますね。それさ、製法というか、はい、包んでないでしょ、今の。そうですね、ビニールに入れてるだけですよね。そうでしょ、昔銀紙だったでしょ、はい、でビニールだったでしょ、はい、あれで湿気るっていう話がある。あ、そうなんですか。で球団に下ろすでしょ、はい、だから水野の方は何も変えてないっていう、ただこう包装を変えてるだけで、で保管で湿気るとやっぱ止まらないでしょ。止まらないです。ピッチャーの感覚だと、はい、ちょっと湿気ってるなっていうボールは分かる、分からない。分かります。分かんの。分かります。これピッチャーに聞いたら分かるな。じゃあ濡れてる方、濡れてるっていうか湿気る方が手に なつきます。そうだよね、ピタッと入ります。で水野のボールって本当優秀だからさ、はい、乾燥してても他のボールよりは馴染むんだけど、それ以上に馴染んでくるっていう。多分今馴染んでるか、もしくはちょっと滑りやすくなってるかもしれないです、逆に。はい、包装自体が変わってるから、それで飛ばなくなってきますね。乾燥室なんて入れないですからね。そうそうそう。いや、だからドームの方が飛んで野外の方が飛ばないんじゃないかって言われてるの、はいはいはい、それを分かるような気がする。分かります、分かります。言われてみれば、はい、ボール全然変わったでしょ。変わりました。あ、やっぱそうなんだ。なんでバットの話からお前ボールの話になったんですか。これは何？これ練習バットですね。これなんでこうなったの？これはツーハンドです、確か。そう。
え、違うかな、普通ハムですよ、こう、そうじゃない、これなんかレディさんもこんなのなんか、いややってたけど、あの縦彫りってメジャー今結構縦彫りじゃないですか、あれってやっぱ飛距離出ます、出るんです、いやでも基本的な考え方は内野の頭を越せればいいっていう、だから重いバットでも振れるっていうわけ、ここに落としてくるからさ、はいはい、誰でも振れるじゃん、女性でもこういう落とし方、そうそうそう、取る寸前でボールをキャッチする、あそういうイメージ、そういうイメージ、だから逆にどんな重いバットでもポーンと落としていけば振れるから、そうなんですね、だから力のない人はできないとか言うけど、逆に俺は力のない人の方がやるべきだと思う、重力の重さだけで振っていくイメージ、ああそうそうそう、だからこうやって落とすからね、こういうイメージ、そうそうそう、はいはいはい、でこう、こういうふうにキャッチする感じ、メジャーのバッター多いですもんね、多い多い、メジャーはもうほとんどそうなってるね、ただそれでピッチャーはフォーシームを高めに投げるようになって、はいはい、レベルに変えてきてる選手が多い、はい、そうですね、だけどそうしたらじゃあ何が大切かって言ったら両方できる方がいいとそうなんですけど、それって僕たち打者じゃないからわからないんですけど、うん、ボールに対してこう打ってったりこう打ってったりって瞬間的にできます、練習したらできる、あそういうことなんだ、だって低めってこうやってなるか、ならないです、こうなるよ、ね、なりますね、自然と、はい、高めってこうならないよね、なかなか、はいはい、でもあの縦振りはこういう感覚なんだけどね、高めでも、はい、だけどいいバッターってガーンととっさに出てるよ上から、あだからやっぱりね縦振りの方が開かない、あこういう風に振るからさ肩開かない、やっぱ横振りってあの回そうとするから肩開いていっちゃう、だからそれをミックスしたものが一番いい、僕らの時代の野球ともちろん先輩の頃の野球と今の野球ってちょっとずつ変わってるじゃないですか、全然違うよ、だから俺らも進化しないと変化もしない、そうですね、バットでも重さも全く違うし、豊さんだっていうか920使ってるっていうのが僕ら、うん、今の感覚でも信じられないです、ね、重かったでしょ、だって真由美さんなんかは950使ってたからね、それを触れたんだから、だからあのピンポン玉みたいにバーンってみんな飛ばせたんですね、昔の選手って、いやだけど今はもうバット軽いしさ、やっぱ本当に捉えないと多分バットの重みで飛んでいくっていうことはまずない、今ないんですね、そういう意味では技術的なものはピッチャーが進化してるし、それに追いついていこうとするバッターたちがいて、はい、大変だと思う、道具の進化とか道具の変化とかも考えていかない、でも値段が高いわ、そうですね、安くならんの、うちの会員になってください、チームで入っていただければもう少し頑張ります、おおすごいね、チームだってよ、いいね、はい、では10号から20いけるんだ、はいはい、この何 YouTube 見ましたって来たらどうする、どうしましょう皆さん来てあの私とお話をして、まあそうだね、話し合いましょう、はい、お願いします武藤さんいますかみたいな言ってください、言ってください、よろしくお願いします。お願いします。